シャープシャープ製のスマートフォンアクオスフォーンソフトバンク 007SH アクオスフォーンザハイブリッドソフトバンク 007SH はシャープによって日本国内向きに開発されたソフトバンクモバイルのソフトバンクスマートフォンの一つで WCDMAGSM 対応を折りたたみに軸式スマートフォンである。ここでは同一仕様でターゲットユーザーを女性に絞った 007SHJ ハローキティデザインモデルの 007SHKT についても記述する。業界で初めて折りたたみに軸式ヒンジとフィーチャーフォン同様の10キーを搭載した Android ベースのスマートフォン。タッチパネルによる素早く直感的な操作と従来から慣れ親しんだフィーチャーフォンの操作性を兼ね備えている。メインディスプレイには3.4インチフルワイド VGA ニューモバイル ASV。 液晶を採用し、シサバリア方式の 3D 画面表示に対応する。カラーベールビュー、SV エンジン、フレーム保管機能を備える。パネルには強化ガラスを用い、耐久性を高めている。生活防水性能、防塵性能を有し、水分、ほこり、人愛の多い環境でも安心して使える仕様となっている。カメラ機能に関しては、 業界最高クラスの有効画素数1610万画素の CCD センサー、ND フィルター、メカニカルシャッター、シャープ独自の画像処理エンジンプリピックスを搭載し、撮影画像の高画質化に貢献している。最高で ISO12800 相当まで増感でき、最長30秒までのバルブ撮影も可能で、暗所撮影にも対応する。その他、シーン検出。 顔検出、コンティニュアス AF ダイナミックレンジ補正、背景をかし機能に対応するなど、非常に充実したカメラ機能を備えている。2011年6月17日から発売。ありがとうございます。